特定地方交通線は、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法に規定する地方交通線のうち、バス転換が適当とされた、旅客輸送密度4000人未満で、なおかつ貨物輸送密度が4000トン未満の、日本国有鉄道の鉄道路線のことである。赤字ローカル線と呼ばれたこともあるが、この中から、輸送密度等の条件を勘案して第一次。 第2次、第3次廃止対象路線が選定され、廃止申請が取り下げられた2線を除くすべての対象路線が、最終的に代替バスや、第3セクター鉄道などに転換された。なお、赤字線の廃線は、国鉄分割右営化によって行われたと認識されることも多いが、国鉄にとって赤字線の問題はかねてからの懸案であり、 国鉄分割民営化は1981年に発足した第二次臨時行政調査会の翌1982年7月末の答申によって行われたもので同時期に行われた国鉄再検索であるため混同されるが全く別の政策である第一次特定地方交通線に指定され廃線となった赤谷線のさよなら列車1980年10月 国鉄再建法が成立した。翌1981年3月に国鉄再建法施行令が出され、国有鉄道線路名称に準じて国鉄再建法施行令別表に掲げられた路線を対象に同月出された運輸証告時で国鉄再建法施行令で定められた基準により1977年度から1979年度の 平均の輸送辞任等によって、国鉄路線を、幹線、地方交通線に、分類、さらに地方交通線のうち旅客輸送密度が4。0 0 0人、日未満である路線はバスによる輸送を行うことが、適当であるとして、特定地方交通線に指定し、廃止対象としたものである。参考、運輸省国時の原案とされる、日本国有鉄道が提出した、 鉄道路線の区分一覧特定地方交通線は、地域への影響を考慮し、路線の営業キロと輸送量などによって、第1次、第2次、第3次廃止対象路線に分類された。ただし、旅客輸送密度が4000人、日未満であっても、次の条件に該当する5 1線区は除外された。ピーク時の乗客が1方向1時間あたり1000人を、超す。 代替輸送道路が未整備。代替輸送道路が積雪で、年とか、以上通行不可能。平均乗車キロが3 0キロメートルを超え、輸送密度が1000人、日以上。また、旅客輸送密度が4000人、日未満であっても、貨物輸送密度が4000トン、日以上の路線は、幹線に分類され、元より廃止対象にはならなかった。 貨物輸送密度規定で幹線となった路線、夕張線、峰線なお、除外によらない地方交通線は、次の41線。この選定基準の機械的な運用により、名古屋、四日市方面と南紀伊勢島方面とを短絡する役割を持つ伊勢線が、廃止対象になったり、中村線のように淀線と、土産本線を結ぶ久保川川奥信号上間が、 分断される可能性が生じても廃止対象となったりした。鉄道評論家の川島慶造は第三次廃止対象路線に指定された岡田線について1998年度現在の輸送密度から見て第三セクターではなく JR 東海の路線となっていてもおかしくない路線である。国鉄は 各線の事情を一切考慮せず、一律に指定してしまうというミスを犯してしまったと指摘している。また、伊勢線については、伊勢線の営業成績が悪かったのは、伊勢鉄道に継承された時点で、普通の運転本数は7往復、日のまま、優等列車も、南旗用の往復、日のままという国鉄の消極的経営の結果であり、名古屋と南旗、 伊勢島方面の短絡線として、積極経営すれば、国鉄の重要路線となったはずであると、当時の国鉄の経営姿勢と伊勢線の、第三セクター転換に疑問を投げかけた上で、機械的に、地方交通線に指定するのは疑問だという声は、大きかったと述べている。また松本のりは、第一次廃止対象路線に指定された、勝田線について、起点、吉塚駅が、 福岡市内に立地し、沿線も福岡市のベッドタウンや工場がある。国鉄がちゃんとした策を講じていれば十分生き残ることができたと思われる路線と指摘している。1968年に国鉄諮問委員会が使名を終えたローカル線を選定し、その廃止を促した、いわゆる赤字83線の取り組みが頓挫してしまった。反省を受け、 以下のように雨と無知による転換の推進が図られた。転換交付金は転換に要する初期投資や赤字補填のための経営安定基金の積み立てなどに充てられた。廃止対象路線の地元では廃止から逃れるための路線乗車運動や日本鉄道建設公団による新線建設に関連した廃止対象路線では建設続行による 路線延長を推進する運動が行われた。しかし、廃止対象となった路線はもともと利用者が極めて少ないか、その減少から本数が極限まで削減されていたため、乗車運動で輸送密度を増やそうにも限界があった。こうした乗車運動に行政は冷淡に対処した。例えば、第二次廃止対象となった松前線は、乗車運動で一時は、 廃止対象の基準を外れるだけの輸送成績を記録したが、毎年追試を行い、昭和59年度に再び廃止対象になったとして、バス転換された。また、第一次廃止対象となった、木原線や茂木線、若狭線は、沿線住民の熱心な乗車運動により、第一次対象の基準は上回ったものの、後の、 第3次大将の基準には届かず、最終的には3路線すべてが第3セクター鉄道に転換された。特定地方交通線の転換は、1983年10月の知らぬか線に始まり、1990年4月の宮津線と鍛冶屋線、大古祖線の転換を最後に集結し、最終的に83線が転換された。 鉄道として存続したのが38線、バス転換が45線であった。バス転換は、転換対象路線のおよそ6割に当たる45線 1846.5km で、ある。最初に廃止された、白らぬか線では、沿線の白らぬか町が、道路運送法80条の適用を受け自家用バスで、運行を開始したが、これ以降のバス転換路線は、大半が、 廃止路線沿線でバスを運行するバス事業者が運行を引き受けている。中には廃止対象路線に並行してバス路線が元々存在し転換時にはバス路線を新設せずその既存路線の増発や新車導入などを実施した程度の路線もある。その後代替バス路線として新設された路線が不採算を理由に廃止された例や 既存バス路線号に統合、再編された例もある。なお、国が必要と認めれば、国鉄自身が特定地方交通線廃止路線の代替バスを運行できる規定があった。しかし、実際には赤字83線と異なり、国鉄、JR が代替としてバス路線を新設した例は一線もなかった。宮田線と大隅線の一部区間に限り、 JR 九州バスが既存の JR バス路線に統合する形で代替輸送を引き受けている。赤字83線では廃止されたすべての路線がバス転換で鉄道を残した例は一例もなかったが特定地方交通線では転換対象路線のおよそ4割にあたる38線 1310.7km については国鉄が 鉄道施設を無償で譲渡、または貸し付けし、別会社が運営する、鉄道路線に転換された。バス転換については、ほとんどが、既存事業者による引き受けとなったのに対して、鉄道路線については、沿線の都道府県や市町村、企業などが出資して設立した第三セクター方式の、企業が引き受ける、いわゆる、第三セクター鉄道がほとんどであった。 既存の民間事業者が鉄道として引き受けた例は、広南鉄道が引き受けた黒井線と下北交通が引き受けた大畑線のみであった。その後、引き継いだ鉄道を廃止してバスに転換した例もある。1982年度末までに廃止することとして、1981年9月18日に廃止承認された路線で、 次の基準によって選定された。営業キロが3 0トル以下の盲長線かつ、旅客輸送密度が2000人、日未満。なお、この基準に当てはまる内湖線は、特定地方交通線自体に選定されなかったが、これは、予算本線の短絡線建設により、実質的に同線の一部となることが予定されていたためである。 営業キロが 50km 以下かつ旅客輸送密度が500人、道未満。第一次廃止対象の基準に該当するものの、将来沿線に団地などの増成により今後の乗客増加が見込まれるとして、うるし線は第二次廃止対象路線に、かじ線と宮田線は第三次廃止対象路線まで保留された。また、しがらき線は沿線に、 宗教団体の総本山が建設されることによる利用客の増加が見込まれたため実質的には第二次廃止対象路線扱いであった。これにより指定された第一次廃止対象特定地方交通線は次の四十線区である。このうち添田線以外の三十九線は終点が他の国鉄線と接続していないいわゆる盲腸線であった。転換は 1983年の白らぬ河川を川切りに1988年の木原線で全ての線区が決着した。うち、第3セクター鉄道に転換されたのが16線、私鉄に転換されたのが2000、バス転換が22線であったが、私鉄に転換された2000と、第3セクター鉄道に転換された2000が、すでに廃止されている。輸送密度2000人。 日未満の路線が選定された。第二次廃止対象として、廃止申請された33線中、1984年6月22日、27線を、承認、6線を留保したが、留保されたうち北海道の長大4線が、当期の代替輸送に問題がなくなったとして、追加承認、2線は、代替道路の不備を理由に申請が撤回された。 最終的に下記の31線が第二次廃止対象特定地方交通線として選定された。1986年5月27日、同年10月28日、1987年2月3日の3時にわたって廃止承認された路線で輸送密度4000人、日未満の12線が選定された。 第三次廃止対象特定地方交通線は次の通りである。第三次線は比較的輸送量が多かったこともあって、沿線自治体の第三セクター立ち上げも早く、中でも岡田線や能登線、中村線、長井線に至っては逆に沿線から廃止対象線としての選定を当時の運輸省に対して希望したほどである。そのため比較的短期間で全線が決着した。 また廃止承認がなされたのは国鉄分割民営化直前であったため全線が JR 発足後に第三セクターまたはバス転換された国鉄改革が取り沙汰される一方で改正鉄道不設法の規定に基づき日本鉄道建設公団の手によりローカル線の建設は続けられていたしかし特定地方交通線の転換廃止が議論される一方 一方で、ローカル線を新たに建設するのは、矛盾が生じるため、1980年4月、運輸省は、建設線の内鹿島新線と、内山線を除く AB 線の建設を凍結する、措置を取った。前期の2路線を除く AB 線は、特定地方交通線相当の輸送密度4000人、日未満の路線とみなされ、例外は、一切認められなかったが、 その中には、完成を目前にして建設が凍結された、九時線や、聖線、想定輸送密度が3900人、日と算定されていた、地図線や同じく3800人、日の茨線もあった。なお、内山線と共に建設工事が続行された、鹿島新線に関しては、国鉄線としての開業が予定されていたものの、国鉄の経営悪化に伴い、 1984年からは、鹿島臨海鉄道が、建設工事を引き継いだが、幸いにも、工事自体は開業まで凍結されなかった。その後、第三セクター等、完成後の受け皿が決まれば、建設を再開する道が開かれ、これまでに15線が開業している。この中には、途中で、線路規格を高速運転用に変更し、幹線鉄道仕様に切り替え、 開業に時間がかかりながらも転換したものもある。また、こうした、新規開業路線には1トルあたり1500万円の、転換交付金が交付されている。線名は、鉄道公団の建設線の線名。駅名及び事業者名等は、開業時のもの。JR 加護も経過措置として1989年3月31日までの2年間に、 凍結解除の道が残されていたが、その間に工事を再開したのは、阿佐妻線のみ。岡田線、瀬戸線は、C 線であり、鹿島新線と、内山線を除く AB 線の建設工事が、凍結した1980年以降も工事を、続行していたが、輸送密度が、特定地方交通線程度と見込まれた1984年に、国鉄線としての工事が凍結された。 C 線の丸森線は工事再開時に A 線扱いとなった。国鉄再建法施行以降の AB 線で唯一、全線が国鉄線として開業した内山線は想定輸送密度が6700人、日と算定され、なおかつ予算本線内子ルートとしての活用が決定されていたにもかかわらず A 線扱いであった。工事凍結線となった呼子線のうち、 虹の松原駅唐津駅間に関しては、高い需要が見込まれることから、佐賀県唐津市の働きかけにより A 線から C 線へと格上げされたと同時に建設工事を再開、1983年に国鉄地区飛線として開業した。国鉄再建法による線区の仕分けは、線区全体での輸送実態で仕分けられたため、線区の一部では、 特定地方交通線とほぼ同等の輸送実態でありながら選定されなかった線区がある。これらの線区に対する廃止の取り組みもされており、その結果次の線区が廃止されている。ここでは、手宮線などの貨物線を除く。1987年の国鉄分割民営化後も特定地方交通線に選定されなかった地方交通線や七市支線の状況は、 厳しさを増しており、引き続いて各社での取り組みがされている。現在までに廃止された線区は、次の通り、貨物線及び新幹線並行在来線の廃止を除く。なお、新名線、岩泉線、三重線、富山高線以外は、部分廃止であるが、江差線は、北海道新幹線開業に伴い JR の路線としては全線廃止になった。 三陸鉄道に転換された山田線の一部区間、運行主体が JR 西日本からのと鉄道に変わった七尾線の一部区間と富山ライトレールに転換された富山高線、浅海岸鉄道に転換された麦線の一部区間を除く各線がバスに転換された。転換後の第三セクター鉄道の経営環境は沿線での自家用車の普及や 道路整備の進展、加えて過疎化と少子化に伴う通学需要の激減により厳しさを増しており、多くの会社で転換時よりも乗客数が減少している。乗客減少による収入減に加え、バブル崩壊に伴うゼロ金利政策によって赤字補填のための経営安定基金の利子収入が大幅に減少し、その取り崩しを余儀なくされて基金が底をつくなど、 具体的にその存廃が協議されている会社もあり、今後もその行方が注目される。2008年末現在、民営鉄道に転換された2線及び、第3セクター鉄道に転換された5線が、すでに廃止され、さらに近い時期の廃止が検討されている路線もいくつか存在する。鉄道が損地されずバス転換された路線についても、 転換に伴い鉄道時代より増便したもののその後、減便された路線やバス路線の維持自体が困難になっている事例もある。路線が近隣を通る既存の一般路線や長距離バスで代替した例、自治体バスで転換した例、さらには完全にバス路線が消滅した例もある。国土交通省北海道運輸局は2008年に 北海道21世紀総合研究所に委託して、北海道のバス転換路線の追跡調査を行い、バス会社、地元自治体にアンケートを行った。それによると、一部路線は、バス転換直後に乗客が増加したが、2008年、現在の輸送自民は、鉄道廃止から間もない北海道地北。 高原鉄道ふるさと銀河線を除くすべての路線でバス転換当初より減少していた。地元自治体は人口減少、高齢化で共通しており、厳しい経営実態が浮き彫りになっている。回答のあった自治体によると、利用者に対しては通学定期、回数券への補助金、バス会社に対しては車両購入費、運行費への補助金が出されていた。また、 北海道外の事例も、施設を含め上げられ、バス転換が沿線の過疎化と、さらなる利用者減少を促したことが指摘されている。ありがとうございます。